吉田さん、確かね、堀江さん収監された時もメルマガ書いてましたよね。手書きで書いたのを外の人がタイピングして送ってくれたという。私は堀江さんのメルマガ創刊から撮ってるんですけども、なんかね、収監されてあえて情報発信で稼いでいくっていうのはすごいですね。外に資産を作ってるって感じです。それまでは牢屋に入ったらなんか労役って言ってその中で働くしかなくって、それがね月給で 5,000 円とかなんか少ない金額だったりとかするみたいですけども、すごいですよね。だからテクノロジーのおかげでもはや自由を拘束されても稼げるみたいなね何なんだろうと。でその収監されてる1年半から2年の間外にいる人は稼げないというね自由なのに稼げないってことですよね。でね、YouTube に限らずなんですけども、例えば YouTube でいいですよ。なんか工場を持ってるようなもんですよね。例えば 3,000 万とか1億円っていう巨費を投じて工場を建てました。で、そこにいろんな設備投資をして人材募集をして働いてもらって、その工場の経営上の収支が、プラスの月間で20万とか30万の利益が残るみたいな感じ。売上的にはなんか数百万だけども、経営者の利益は毎月20万ですよねみたいなものがあるとしたら、工場を建てて経営者になる意義ってあると思うんですよ。でもこの工場を建てる経営者のリスクっていうのはその減価償却ですよね。工場を建てた時のコストが10年20年にわたって返済というもので出てくるんで、常に利益を出してないとこの返済が滞ることになっちゃうんですよ。でも YouTube ってのも実は毎月20万の利益を出すことができるんですよね。しかもここにはコストがほとんどかからないとなると、固形のない工場を建ててるようなもんなんですよ。で、経費がほとんどかからないばかりか、人材育成も教育もいらないし、人材募集もいらないし、社員同士のいさかいもないし、騒音問題、公害問題も全くないというね。SDGs でしょ。で、こういった工場をインターネットを使っていくつ持てるかってことによって、無労働報酬ができるっていう形なんじゃないかなと思うんですよ。でも、この仕組みを使わないと、結局は工場に働きに行ったりとか、工場を経営したりとか、何か物を運んだりとかね。で、排気ガスを出したりとか。で、疲れたから休憩しないといけないとかね。そんなことがあって、火星者使ってみたいになっちゃいますけども、もはやこのインターネット上に、こういった YouTube みたいなお金を生み出す工場を作り出すとしたら、どうでしょうかね。なんかこうやって、なんかドリンク飲んで、体を癒してる間にもチャリンチャリンとお金が入ってくるから、もはやストレス解消のタイミングっていらなくなっちゃうのかなと思うんですよね。だから城を築くみたいなことがね、吉田さん言われてましたけども、そんな感じですよね。本当にね、資産を生み出す城を築く、一国一城の主っていう言葉がありますけども、その概念も随分変わってきたのかなというところでございます。今回はね、その概念の変化ということで、概念の年の字ね、年ずるは馬がやすしっていう言葉は別にないですけども、年という言葉でね、今心をどこに置くのか、まさに年という感じになってるんではないかなと思います。あなたの心は一体どこにあるんでしょうか。いってらっしゃい。